エンゼルスの大谷翔平投手27は19日日本時間20日に敵地デトロイトでのダイガース戦に疲れも見せずに1番 DH で出場し3打数にあ打1打点も期待された2試合連続の41号は不発だった18日同19日に投打同時出場し 八回一失点で八勝目一敗を上げ、メジャー最速で40号を放ち、1918年のベイブルース以来の二桁勝利二桁本塁打に大きく前進した二刀流を全米メディアが絶賛。しかし、金字刀はこれだけではない。史上初の打者と投手の月間 MVP 受賞。さらには、 夢の60本塁打も視野に入れている。まさに、初タイムだった。メジャー自己最長の8回無視球1失点で8勝目をマークし、打っては、打球速度110.1マイル、約177キロの弾丸ライナーを430フィート、約131メートルさっきの右翼席へ突き刺し、今季最速で40号に到達した。 その開挙から一夜明けた19日の全米のメディアは、大谷翔平への賛辞で溢れた。地元市ロサンゼルスタイムズは、今季大リーグにおける最も素晴らしい試合の一つとして、記録されるだろう。もう一度よ、スペシャルというものがある。大谷翔平は別物だと強調した。フォックススポーツ、電子版は、大谷翔平は、 今季の大リーグを乗っ取った。米大リーグ機構公式サイトは、二刀流スターは MVP らしい形でタイガースを驚かせた。現実に思えないと驚嘆した。米スポーツ専門局 ESPN 電子版は、大谷翔平は、少なくとも15試合先発登板したシーズンで、初めて40本塁出した大リーガーとなった。 これまでは29本類で放った1919 19年のベーブ・ルースがトップだったと称えた。ニューヨーク・タイムズ紙電子版は、大谷翔平は、新たなベーブ・ルースなのかそれとも全く新たな何者なのかと題した、特集記事を掲載。ルースは、東打もに、フル回転したシーズンはないが、今季の大谷翔平は DH ながら、 投打でほぼフル出場していると指摘。大谷翔平とルースの比較は単純にはできないとしながらも、どちらも偉大で稀有な選手だと結論付けた。区切りの一発で本塁打大争いでは2位のブルージェイズのゲレロに5本差として独走状態。88打点はトップのホワイトソックスのアブレイル レッドソックスのディバースに1点差と2冠が十分狙える。しかし、大谷翔平に今後期待される異業はまだある。タイガース相手の白星で今月3勝目はトップタイで、防御率1.80は20回以上投げた投手では1位だ。大谷翔平が今月、マウンドに上がるのは日程的に残り1回で、 そこで4勝目を挙げて6回無失点なら、防御率1.38。そうなれば、投手部門での月間 MVP 獲得の可能性が出てくる。6、7月は打者で獲得しており、打者と投手の両方となればもちろん史上初だ。さらに、どこまでアーチを積み重ねるのか注目される。 エンゼルスは残り39試合。70号はさすがに現実的ではないが、6月15日、日本時間16日から7月9日、同等日までの21試合で16発と、驚異的なペースで放っており、現在のシーズン約53本ペースを上回り、60号。さらには、ロジャー・マリスが61年にマークした、 アリーグ記録61号の更新は十分、射程圏内だ。歴史的なシーズンを送っている、大谷翔平。どこまで想像を超えてくれるのか、期待しかない。大谷翔平の活躍にタイガースファンも大歓声。マドン監督、当然だろうねタイガース10から13エンゼルス19日。 日本時間20日コメリカパークエンゼルス大谷翔平投手は一番指名打者でスタメン出場3打数に安打だ西急一打点で8点差を大逆転する勝利に貢献した前日にリアル二刀流で活躍した大谷翔平には敵地タイガースのファンも喝采を送っておりジョー・マドン監督はそれも 納得との見解を示している。今季8勝目及びメジャートップの40号とリアル二刀流でフル稼働した18日のナイターから一夜明けたこの日。大谷翔平は3回に右前打を放つと、6回には快速を飛ばして1塁内アンダをマーク。チームが逆転した直後、8回1死三塁の場面では、 中堅営義費を放ち、貴重な追加点を挙げた。マドン監督は大谷翔平について、コメリカパークではどの球場よりも盛大な歓声を受けていると話し、観客は大谷翔平がこれまでに例のないようなことを成し遂げているのを見たんだ。しばらくは二度と見られないかもしれないことだ。 彼らが歓声を上げるのも当然だろうね、とコメント。タイガースファンが大谷翔平に興奮するのも納得と語った。エンゼルス、大谷翔平33度目マルチアンダと中技比で勝利に貢献打点トップに1点差で2冠オーシアエンゼルスの大谷翔平投手27は19日、日本時間20日の敵地デトロイトでのタイガース戦に1番。 th で出場し、3打数に安打一1打点、2得点、2死球だった。3回にウゼンダを放ち3試合連続安打とすると、6回に投手内安打を放って、今季33度目のマルチ安打をマーク。8回の中義比で88打点とし、あ、 リーグトップに1差に迫った。打率2割7分2厘。チームは8点差を跳ね返し、13から10で逆転勝ちし、初金を1とした。期待された2試合連続となる41号は出なかったが、全力プレーで敵地ファンを魅了した。技ありの一打を見せたのは2から7の3回。 戦闘だった。相手先発は、右腕マニングが、カウント1から2から投じた4球目。94.8マイル、約153キロの見逃せば、ボールの内角低めの直球を捉えて、右前にしぶとく落とした。技の次は快速だ。2から10の6回1し1塁で2番手のサワン、ホランドと対戦。 一球ストライクの二球目。外角低めのナックルカーブを引っ張るも、ボテボテのゴロが一塁手前へ。ポランドが処理する間に、全速力で一塁を駆け抜けた。マルチアンダは四試合ぶり。今季33度目だ。11から10と逆転して、迎えた8回一死三塁では5番手の、右腕振るーから、きっちり中堅営義費を打ち上げ。 一打点を稼いだ。八十八打点はこの時点で、リーグトップのレッドソックスのディバース。ホワイトソックスのアブレーユに一打点差と急接近。二冠を視野に入れた。初回戦闘は、カウント一から一からの三球目。九十三点五マイル、約百五十キロの内角高めの直球を強打するも、右比。 4回西一塁は死休。7回西無双者も死休で歩いた。前日の熱湯を8回90球の疲れを感じさせずにチームの大逆転劇に貢献した大谷翔平。限界はないのか次のオーディオビデオでお会いしましょう。